はい、皆さんこんばんは。2022年10月22日、佐藤修一ライブでございます。ですね、昨日ですね、開催されました。開催させていただきましたね、オンラインおしゃべり会、岸田政権と会議、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。来週もですね、同じ時間、同じパスコードでね、させていただきますので、よろしくお願いいたします。もう本当に、岸田政権がね、やろうとしている、介護保険改悪、これをね、まず緊急に止めていくということとですね、現状でもやっぱり問題となってね、なっているね、いろんなね、どん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 ね、介護の社会化というところからね、ずれていってしまっているね、介護の問題、これをね、改めていく。主にね、11月1日に判決が出ますね。ヘルパー、ホームヘルパー、国賠訴訟、こういった問題、これをね、しっかりね、含めてね、取り組んでいくということをやっぱりね、来週の28日金曜日もやっていきたいと思います。そしてですね、昨日の話し合いを受けてのね、行動もね、しました。れいわ新選組のね、天畠大輔参議院議員とね、そしてね、たがやね、衆議院議員、両ね、衆議院議員にね、両ね、議員にね、以下のね、メッセージをね、お送りいたしております。一方でね、引き続き署名のね、もう呼びかけておりますので、ね、よろしくお願いいたします。やっぱ介護保険法に、解約についてね、もう介護保険法に解約は、まあ、利用者負担ね、原則にありとかね、ケアプラン作成有料化とかね、こういうものね、負担増ね、あれですね、もう事実上も介護保険を利用するなという解約でね、もう保険料詐欺ですよね。これをね、やめさせると、とりあえずストップさせるということとね、現状でもやっぱり介護保険制度に多くの問題があると。いうところですよね。まあ、現場労働者の給料の低すぎ、特に訪問介護員のね、待機時間、移動時間の問題ね、こういったところを中心にね、要請をね、行いました。またね、両議員がね、衆議院、参議院にね、参議院、衆議院でそれぞれね、質問等にね、活用いただくことをね、ぜひね、活望ね、いたすところですね。参加者でもね、両議員に対してね、ちょっとメッセージの方ね、送っていると思いますんでね。そしてね、一方でね、自民党とかを動かしていくためでもね、引き続きね、署名をね、やっていくということが大事だと思います。明日23日ね、また緑のね、フジグラン前でね、介護保険解約反対の、ね、署名運動をね、していきますので、伏してね、ご協力をね、よろしくお願いいたします。そして来週のね、オンラインミーティング、そして30日またね、こういう女性の貧困を考えるというところでね、また話をね、していきますんでね、私、参加してね、私がね、幹部をさせていただいている労働組合の関係でね、こういうイベントもありますんで、こちらね、参加していきたいと思います。11月3日は憲法集会というのもありますしね、あるいはね、11月6日は食料問題の広島という、この講演会のご参加もよろしくお願いいたします。そしてですね、また、佐藤修一ね、講演会、ぜひね、ご参加いただければ幸いでございます。本当ね、介護現場を良くしていくというためにもね、出身のね、県議会議員一人でもね、絶対に必要です。ぜひともね、ご協力をね、付してお願い申し上げます。本当にね、特に今ね、やっぱり資金面、これが一番ね、正直言ってね、大変です。本当に付してご協力をね、お願い申し上げまして、私、佐藤修一からね、お伝えさせていただきました。最後までご協力ありがとうございます。